あの相手のエリアに侵入していけるか、逆に横浜 FC はそこをボール奪ってから素早くマルセル・ヒアに当ててからのセカンドですよね。拾ってしっかりとこうエンドを変えてきました。前半のキックオフです。2023明治安田生命 J1 リーグ第32節サガン鳥栖対横浜 FC。 改めて前半右にエンドホームの鳥栖、まあ、やれてしまっているところも一つ要因かなと思いますね。なるほど、はい、これはマルセロ・ヒアさあチャンスになるか。横浜 FC マルセロ・ヒアー、ただまたです。いやーマルセロ・ヒアの先制ゴールかと思われたんですが、無情にも旗が上がりました。カプリーニに渡る、ここからです。カプリーニ、カプリーニ中に行くか、ちょんと出して、そして山根、エリアの中には複数の選手が入っている。ヘディング、今度こそ決まった。ユーリララが先制ヘディング沈めた。横浜 FC です。ユーリララダイビングヘッドのような形で、今度こそ正真正銘のゴールはユーリララ。しかも実際、まあ、京都戦では劇的な3得点。ちょっとこれは抜けてきた、折り返す、そしてこぼれ、堀米。浅川さん、このボールはいかがでしょう。ここですね、縦の関係でね、あの裏取れてしまったので、そこで、まあ、クロスもね対応しましたけど、山根からのボール、そして小川、あっと小川のシュート、最後ポスト。山根、前を取れれば面白い。山根、山根、あっとこれはキックキッファールはありません。山根倒れたんですが、取れたというアピールはしています。これシンプルに裏取れてですね、もうこう入り込みましたからね、相手の前に。で、菊池としては何もできなかったんですけど、ここの最後のシーンですよね。ですよね、菊池の右足だと思うんですが、はい、そうですね、ここはもう接触があるかどうかですね。この後です。この後菊池の右足が山根の右足に対して、さあ松尾はじめ主審、あー PK です。菊池のファールということにジャッジ変更になりました。その誕生日のことは今全く頭にはないでしょう。ゴールを決めることに集中。決めました。これで横浜 FC 勝ち越し1対2。そして近藤、この辺りは近藤振り切るスピードがある。そしてあ近藤で試合終了の笛です。残留争い再開、崖っぷちの横浜 FC が勝ちました。